周回数が少なく作戦が立てにくい今日のスプリントはスピードが勝負の鍵になります。純粋なテクニックを駆使してトップに上り詰めるのは誰でしょうか。それでは予選結果に基づいた今日のスプリントレースのスターティンググリッドを確認していきましょう。予選で好成績を残したジョージ・ラッセルが今日のレースではポールポジションからスタート。その横にはルイス・ハミルトン。残りのグリッドはこのようになっています。ロサ、フェルナンド・アロンソ、フェルスタッペン、サインツ、ノリス、ウェバー、ルクレール、ペレス、オスカー・ピアストリ、アルボン、ストロール、ガスリー、マグヌッセン、オコン、ボッタス、サージェント、テオプルシェール、チョウ、スノダ、ニック・デフリース。準備はほぼ整ったようなのでトラックに移って今日のスプリントレースを見守りましょう。注意してくれ、アンダーボディに深刻なダメージがある。MFD に用意したぞ。よかったら確認してくれ。わかった、了解だ。気をつけろ、バーチャルセーフティーカーが入った。減速してデルタをプラスにしろ。バーチャルセーフティーカーが適用されてる。減速して制限速度を保ってくれ。アクシデントのせいで大量のデブリがコース上に散乱してる。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出しすぎだ。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグまで我慢だ。コースクリアだ。いくらかエネルギーを消費しよう。オーバーテイクを使え。減速しろ。デルタが低すぎる。ペナルティを食らう前にペースを落とせ。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグが振られるまで加速するな。後ろのマシンがピットインした。ソフトコンパウンドに履き替えたようだ。
ペレスについての情報だ。深刻なトラブルらしい。リタイアするようだ。5ラップ分だ。この結果はドライバーズランキングにどのような影響を与えたでしょうか。今回の結果でランキング首位と2位以下の差は縮まりました。グリッドは決まりましたので、残すは決勝レースだけとなりました。明日生中継でお伝えいたしますので、どうぞお楽しみに。今年のオーストリアグランプリ、シュピールベルクでの決勝レースの日がやってきました。まもなくドライバーたちが飛び込む第一コーナーは、 F1 界で最も愛される人物の一人を記念して2019年にニキラウダコーナーに変更されました。コーナーは右が7つで左はわずか3つ。高速サーキットですが、全長は非常に短いコースです。緩やかな2コーナーをアクセル全開で抜け、ヘアピン状の3コーナーに向けて上りながらブレーキングします。抜きどころとなるのは1、3、4コーナーの3箇所でしょう。では予選セッションの結果、各ドライバーの順位がどうなったのか見ていきましょう。ポールポジションについたのはルイス・ハミルトン。2番グリッドスタートはマックス・フェルスタッペン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ウェバー、ノリス、フェルナンド・アロンソ、アルボン、サインツ、ロサ、マグヌッセン、ラッセル、オスカー・ピアストリ、ボッタス、ガスリー、ツノダ、オコン、サージェント、テオプルシェール、チョウ、
ルクレール、デフリース、ペレス。最後尾に位置するのはランスストロール。まもなくスタートとなります。コースの方を確認しておきましょう。フォーメーションラップが行われ、ドライバーたちはスタートシグナルが消えるとともに始まるバトルに備えてマシンの調子を整えています。レース開始に向けてマシンがスターティンググリッドに戻ってきます。本レースが記憶に残るレースとして歴史に残るようなスリリングなレースになることを期待しましょう。ワークに少しダメージがある。これ以上悪化させないでくれ。バーチャルセーフティーカーが入った。すぐに減速してデルタをプラスに保て。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグまで我慢だ。出口の白線には近づくなよ。線を越えてコースに出れば危険走行でペナルティーを課されるぞ。ボディーワークに少しダメージがある。これ以上悪化させないでくれ。
DRS が使用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。最速ピットストップを目指して作業をこなそうとピットクルーがレーンで待ち構えているようです。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。DRS の使用を禁止した。 DRS は使用できない。今の走りをキープしてくれ。あと10分ほどで雨は上がるはずだ。今行くしかない。オーバーテイクボタンを使ってパワーを上げろ。
でポジションアップだ。行けると思ったらオーバーテイクボタンを使ってみるんだ。よし、スチュワードから DRS 使用許可が出た。 DRS が使えるぞ。マシンが来ているぞ。後ろのマシンに差をつけてるぞ。 2.0 秒。うまいな。
お前がやると簡単そうに見えてしまう。前方のマシンを追うんだ。 5.1 秒。残る燃料は5ラップ分くらいだ。エネルギーがたくさん余ってる。オーバーテイクボタンを使え。後ろのマシンとの差を広げてる。ラップあたり 2,3 秒のペースだ。この調子でいこう。ファステストラップを叩き出したぞ。その調子だ。チームワークでシュタイアーマルクのアルプスの王者となりました。アンソニー、今日の勝負の明暗を分けたのは何だったのでしょうか。鍵は安定感じゃないかと思いますね。最初から最後まで速いラップを刻み続けていましたよね。ああいう走りができれば自分のミスを抑えつつライバルのミスにつけ込めるので大きなアドバンテージを築けるのも当然ですよ。ではここでドライバーズランキングを見てみましょう。今回の結果でランキング首位と2位以下の差は縮まりました。さあ聞かせてください。今日のドライバーオブザデーには誰を推しますか。いつもならレース中に素晴らしいパフォーマンスを見せたドライバーを選ぶんですが、今回はマックス・フェルスタッペンがレースの最初から最後まで一貫して見せた堅実でクリーンなドライビングに惹かれましたね。ではコンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。オーナー、ドライバーのチームがテーブルの一番上に移動します。一方この週末はレッドブルが大健闘、ランキングを大きく上げてきました。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。